ヒーター、ごめんまで。サイヤ人は一匹たりとも逃がしはせんぞ。グーグーさん、そんなやつボコボコにやっちまえ。地球の人間全てを作り人化したつもりだった。まだ生き残っているやつがいたか。お前が地球のみんなに卵を産みつけている時、俺はブーさんの胃袋の。おめえ、あったらいいな。だがもうお前なんか怖がねえぞ。お前の相手は世界最強の男、このサタンさんに代わり、その悟空さんがやってくれる。悟空さん、そんな奴なんかやっつけてくれ。おめえ倒してからみんなの卵を叩き出してやる。一度植え付けた卵は叩き出すことなどできん。すげえパワーだ。やつに対抗するにはスーパーサイヤ人3しかねえ。小賢しい。もうそれで精一杯か。もう少し待ってやろうか。小さい分、スーパーサイヤ人3のパワーが持たねんだ。簡単には殺さん。気の済むまでいたぶってやる。今回サイヤ人、貴様だけをこの手で殺す。死ぬ前に見せてやるぞ、原始的なサイヤ人と進化したツフル人のパワーの違いをな。今度は俺が相手だ。貴様に俺の相手が務まるのかな。退屈していたところだ。尽くして殺してやる。お前に勝ち目はない。諦めろ。貴様生きていたのか。ほら、おめえを倒すまで何度でも戻ってきてやっぞ。ほう、しぶといやつだな。しかし何度生き返ってこようが、この俺を倒すことはできない。なんだと。ちょっとね、
今度のオラ、おめえには負けねえ。さあどうする。俺はフルパワーになっちまったぜ。気持ちだけは最強のサイヤ人にふさわしいと認めてやる。何？なんだよ、もう終わりか。おじいちゃん、頑張って。さてと、それじゃあそろそろ本気でやろうか。そろそろお互い本気出して、決戦も決戦、超最終決戦といこうじゃねえか。本当にお前を殺して終わりにしてやる。さっきは随分とでかく見えたが、こうしてみっと大したことはねえな。よし、ほかにも。おへおで倒す。本当にお前を殺して終わりにしてやる。こんなはずでは。おへおで。なんだよ、もう終わりか。ベビーの木が消えた。ようやく終わったぜ。オラを地獄に閉じ込めてる間、好き勝手にやってくれたな。なに気にするな。今度こそ本当に地獄に送ってやる。この程度とは期待外れだな。貴様の技は全て追い切った。出て見切っただと。いつはちょっと考えが甘いんじゃねえか。それだけか。大したことねえな。サイヤ人4までは読めなかったろ。なんだよ、もう終わりか。終わりにしてやる。
撃を。この世に戻ってくんじゃねえぞ。お前となら究極のサバイバルゲームを楽しめそうだ。面白い。相当腕に自信があるようだな。受けてやっぜ。なんか随分変わった木だぞ。ところでおめえはいつのマイナスエネルギーだ。お前の最初のライバルピッコロ大魔王が若返りフルパワーを取り戻した時のエネルギーさ。やるじゃねえか。それが噂に聞いたスーパーサイヤ人4か。ああ、スーパーサイヤ人4になった俺には6000度の低温でも低したダメージにはなんねえぜ。マジで行くぜ。望むところだ。さすがだな。どうやらスピードはおめえの方が上みてえだ。そのようだな。だわよ。パワーは俺の方が上だぜ。なんだよ、もう終わりか。通信のおめえやるじゃねえか。待たせたなカカロット。いけるぜベジータ。フン、雑魚が何匹増えようと雑魚は雑魚だ。本当の戦いはこれからだ。ものすごい威圧感だ。まるで地球がビビって手ごと震えてるみたい。俺様に勝てるかな。
よし、行くぞ。サイヤ人の位置を見せてやる。俺はここにいるぞ。どうした？もう終わりか？もういいだろう。やりやがるぜ。スーパーサイヤ人4でも勝てねえっちゅうんか？ちくしょう。どうしたんだ？本当の戦いを見せてくれるのではないのかな？ベジータ、オラに代われ！カカロットよ、貴様も分かっているはずだ。何がだ？このままじゃ勝てる見込みがちっともないってことだ。さあ、オラたちがやるっきゃね。フュージョンするぞ、カカロット。すごい、お父さんとベジータさんがフュージョンしちゃうんだ。ねえねえ、トランクス、フュージョンって何？フュージョンか。そうか、その手があったんだ。だからフュージョンって何よねってば。頑張って、お願いよ。行くぞ。こんなものか、くだらん。俺様に勝てるかな。誰だ貴様。俺は悟空でもベジータでもない。俺は貴様を倒す者だ。うそ、おじいちゃんとトランクスのパパが合体しちゃった。やるでねえか、すげえ強えな。なんだ。当然よ、なんたってソン君とベジータがくっついちゃったんだもん。やってんじゃねえよ、このノロマ。貴様生きていたのか。まだまだ死ねねえ、俺を倒すまではな。こいつはな、地球人のみんなのネギーだ。めちゃくちゃにぶっ壊された地球の叫びだ。そんなはずはない。お前は確かに死んだはずだ。よーく聞こえとるぞ、悟空。お前、分かってるな。やっぱり、
とどめはわしが教えた元気玉じゃろう。これっぽっちじゃダメなんだ。え？これっぽっちじゃとてもやつを倒せねえんだけど、地球の分はもう全部もらっちまった。だから今度は宇宙中から元気集めんだ。宇宙中の元気じゃと？すごいこと考えるな。頼む海王様、オラの声を宇宙中へ流してくれ。俺はここに。よし任しとけ。おーい、東に南に西の海王たち、そういうわけじゃなく力を貸してくれ。宇宙のみんな、オラに元気を分けてくれ。なあ、空に向かって手を挙げてくれ。ありゃ、サンキュー海王様、サンキュー宇宙のみんな。貴様、何者なんだ。おじいちゃん、神様みたい。どうしたの？立って、立ってよ。いや、変よ。あいつ、何か狙ってるわ。くぜ！待て！やめろ！ことねえな。